蒼月の章、水雨の説、探検の誓い。アンバル市街にて帝国軍を粉砕した王国軍は、エーデルガルトの夜宮城へと攻めかかる。待ち受けていたのは、禍々しくその姿を変えた破壊エーデルガルトだった。市街の軍は壊滅した。彼女を撃てばこの戦争は終わる。だが彼女はあくまでも最後まで戦い続けるつもりなのだろう。この結末が彼女の選択だというのなら、俺にはそれに応えてやる義務がある。そうだよな、アドラステアの皇帝よ。俺たちは憎み合い、喰らい合うしかない。そういう運命のもとに生まれたんだ。だから俺はこの槍で彼女の意志に応えよう。あなたの命は必ず守ります。生きて帰りましょう、陛下。ここで王が倒れては父や兄の死の意味が失われようというものだな。ロナート様、兄さん、みんな、僕は絶対に負けません。ま、こんなところで死のうもんなら兄上にも申し訳が立たないしな。先生、ディミトリ、みんな大丈夫よ、きっと勝てるわ。どんな相手だろうと私は絶対ひるんだりしない。この戦いで命を落としていった人々のために負けるわけにはいきません。ああ、行こう、最後の戦いだ。来たか、我が歩みは何人たりと止められない。戦いの終わりはどちらかの滅び、世界の王はたった一人なのだから。
玉座の間だろう。一気に攻め上り肩をつけたいところだが、周囲の敵にも気を配らねばならないな。あの魔導士たち、帝国軍の兵装ではないようです。我らの大望、獣どもに阻まれてなるものか。戦場を広く見なくては。任せてくれ。掃除に行くぞ。穴を開けてやったぞ。我が輩の出番だな。さて、どう攻めましょう。切り込むぞ。うまく指揮してくれ。立ち塞がる者はみんなぶっ倒す。よし、行くぞ。いつでも行ける。指示を。安全チェックはいい。嘆く間もなく決戦。この攻撃どこから。わからない以上避ける術もない。注意して戦えとしか言いようがないか。みんな部隊の消耗に気を配れ。その程度か。未来のためも悪くない。いいですね。僕も頑張ってみます。まで。
立ち止まるのは許されない。進んで行こう。あたし成長できたかな。覚悟ならばできている。いい動きですね。穴を開けてやったぞ。我が輩は手段を選ばん。
さて、どう攻めましょう。さあ、助かるぞ。次だ。目指す境地はまだ先にある。我が輩も見習わねばならん。申し訳ない。
れている。立ち止まっている暇はないのだが、命は命を奪うのだ。強くなるたびにまた戦場へ、その繰り返しね。殿下の道は俺が切り開く。
まい。誇りにかけて。おお、まだ伸びしろが。ぬるい。どれ。私ともあろうものが、これでは信徒への示しがつかん。されはならぬなら汚すまで。これも未来のためってか。消えろ。哀れみはかけん。ぜ、鍛錬不足か。なかなかやるね。また一つ強くなれたよ。敵の増援か。無用な消耗は避けるべきかと。
階段を制圧し、増援の到着を阻みましょう。引けない理由があるんでね。戦ってりゃ嫌でも鍛えられるからね。
ってこの程度主君のためだ。俺を侮ったか。私は全力だよ。そうか、あの異形エーデルガルトなのか。あんな姿になってまで彼女が未来を切り開くために戦うというのなら、俺は命に代えても彼女を倒す。かけがえのない今を守るために。恨んでくれていい。誰も死なせはしない。そのための力だ。見事なもんだ。厳しいか。命は命を奪うのだ。ほら、未来のためも悪くない。傭兵にとっちゃ力が全てだ。見習うとしましょう。導かなくては。
開花からの増援か。これではキリがないな。まあ落ち着けよ大将。とっとと敵の出所、階段を押さえしまおう。穴を開けてやったぞ。見事な攻撃だな。しない。俺の方が強かった。それだけだ。剣術に頼みますよ。
よし、行くぞ。成敗。割り切るしかあるまい。まだ強くなれそうだ。さて、どう攻めましょう。警戒を怠るな。もう少し若ければ。その変わり果てた姿が君の報じた理想の果てか、哀れにはしない。それが君の望んだ未来だというのなら。遅いな。
願い。覚悟の上だろ。剣術に頼みますよ。いい判断だ。実戦を重ねれば強くなる。これの道理だ。Thank you.
には勇敢君の負けだ、エーデルガルト。歴史は時のよすがをたどり、フォドラの大地に新たな炎が灯される。帝都アンバルが陥落し、アドラステア帝国は滅亡した。ここに5年半に及んだ戦乱は収束し、次なる時代が幕を開けたのである。フォドラはファーガス神聖王国の名のもとに統一され、セーロス正教会は
帝都から救出されたレアの大司教引退に伴い運営組織の再編が進められた。ディミトリはファーガス神聖王国の王座を正式に継ぎ、旧帝国領、旧同盟領の諸侯をもまとめて新たな治世に踏み出す。弱者が虐げられることのない太平の世を目指し、聖堂を歩む国王を支えたのは聖教会の新たなる大司教だったという。
Ooh.